どうもジャスティス上野です。今日はですねキャプテンについてお話をさせていただければなと思います。キャプテンとは何なんでしょうか。今僕はものすごく苦戦してます。実際キャプテンって難しくないですか。クーニンズのキャプテンはどういうものなのかっていうことをキャン特に聞いてみたいなと思います。こちらです。こちらですね。ちょっと俺の部屋やからね。キャプテンについてですか。僕はもう果たしてキャプテンとしてもう成立してんのか、もうみんなからこう信頼得てんのかっていうのがものすごく心配になって寝れなかったんですよ。いやいや、3年目で一番キャプテンらしいことしてくれてると個人的には思ってるんですけどね、うん、そもそも上野さんにはもうキャプテンってどういう役割をするものだと思ってるんですか。逆に質問ですか。いや逆に質問ですね。難しいですね。いや僕もこう学生野球やったらね、よっしゃ俺についてこいと、はいはいはい、だから監督と選手の、まあ、パイプにまずなって、監督が言ったことチームのことをしっかりと、まあ、選手たちに伝える。緩む部分もあると思うんですけど、うん、そこをキャプテンがしっかりと締めてチームを同じ方向に向かすっていうのが僕はキャプテンかなっていうところがありますね。いやまさにそれできてるじゃないですか。まあ、去年の暮れからキャプテン指名させてもらってね、で勝ち切るチームにしたいっていうことを宣言してもらって、うん、でこういうことしたいっていうので、多分グループラインが一番今年が活発になってると思うんですよ。上野がやっぱ試合後とか試合前とかにすごい長文のライン送ってくるんですよ。めちゃくちゃ長文な迷惑みたいに言うねそれのおかげである程度こうチームがその勝ち切るために何をしないといけないとか、うん、まあ、少なくとも選手はあ自分はこういう課題があるから課題の認識はしてくれると思うんですよね、上野のおかげで。まあ最初やったからね、一人一人面談してどういうところを直してほしいかとか、どういうところが強いからここを伸ばしていきながらみたいな面談してほしいですよ。個別になんかあったらしいです。それは今まで多分なかったことだから、それはシンプルにすごいなって思って、あとはもうちょっとそのコミュニケーションを取ってもらった内容をこっちにも返してほしいなとか、普段からそんなコミュニケーションすごい取ってるように見えないけどね、うん、俺とか結構してんのよ。平日にめちゃめちゃなんか若手と LINE しまくったりとか、どんな感じとか、なんかしょうもない会話からこうちょっと野球につなげていくみたいなこともしてるんやけど、うん、なんかキャプテンとしてそういうことやってくれてんのかなっていうのがちょっとあったりとか、あんま上がってこないじゃん、誰々が今調子いいよとかこうだよっていうのが、うん、そういうのもっと欲しいなっていう、知らない選手のいいとことか、うんうん、悩んでるとことかをもっと欲しいけど、そういうのがなんかこう活発じゃないから今、うんうんうん、監督に特に言いづらいから、言えないことも多分吸い上げれるから、キャプテンだと同じプレイヤーというか監督じゃないからさ、うん、そこはもうちょっとやってほしいなっていうのはすごい思う。了解。もう毎日毎日もうメールしたいと思いますおやすみっつって、あとなんか叱咤激励はちょっと弱いかな。なんかもうガーンって嫌われてもいいから、こいつに勝ってほしいからバンって言うみたいなのをもっと言ってくれると、うんうんうん、俺が逆にこう、であいつはなみたいな、うんうん、お前こういう風になってほしいから言ってんだよっていうことを逆に回れたりもするんだけど、うん、でまあどっちかというと上野が言ってくれないから俺が言うみたいなまあまあ言ってるもんな。そうで、こう逆に俺のことをこう言ってくれてるのか、あいつはこういうことを思ってるから言ってんだよって言ってくれてるのかなっていう。あいつようわからんな言うてるあかんよこんなんてるもん難しいですね。チーム運営で難しいですよ、役割分担ね。で一番大変だけどキャプテンって、うん、こう監督からのいろんなこう話も全部聞いてもらってさ、選手からも聞いてもらってさ、そこをこうぐるぐるってなってんのさ、まあ、それぞれに返してほしいと思ってんの。俺にもなんかこう選手こう思ってるよって言ってほしいし、監督こう思ってるよって選手も言ってほしいし、うん、でその結果こうなんかシナプスがつながるというか、うん、だそれでもキャプテンの役割と思ってるんでね、お願いしたいです。そこはわかりました。まあそれはパイプ役としてしっかりと、そうですね、円滑に回るようにそう止めたいなと。そうだ、特に負けた時だとして、負けた時でいっぱい課題出ると思うから、うん、厳しいですね求めるところがいやそれは一番難しいと思う。あとちょっとなんで頑張ってみたいなと思いますえ、ちょちょ、今年で終わりと思ってね、キャプテン。はい、とりあえずは来年終わりかもしれない。とりあえずはもうここは走り切ってもう全力でやりたいなと思いますんで、皆さん何かこう気づいた点あれば教えてもらえればなと思います。もう監督からも言われ、下からも言われ、キャプテンって辛いなと思うんですけども、これからも頑張っていきたいなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。今日は以上となります。キャプテン頑張ります。ありがとうございました。
動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。またジャスティス上野アカデミー開校中です。野球がうまくなりたい少年少女の皆様、動画概要欄からお問い合わせください。大人の方も OK です。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。